キリト君の方が貢献してたもんね。え、そうだけど。そっか、なんか寂しいね。ちょっと前まではドロップ品も二人のものだったのに。でもこのドロップ品はやっぱりキリト君にあげるよ。私よりもキリト君の方が使いこなせそうだもん。え、なんで？え、私？あ、そんなレアドロップ出して嬉し泣きかなーなんて。キリト君は何でもお見通しだね。ごめんね。私、本当は最近ちょっと辛かったんだ。うん、それもあるかも。システム的な問題だって分かっていても、ふとした瞬間にキリト君のステータスが見えないと、なんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない？あの家には、キリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから。みんなと同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。注いでほしいな。元気になれそう。
いよいよか。それって…いよいよね。そうだな。よし、よし。嫌だなぁ。
んか珍しいなって思って。これって教会だよね。お邪魔しまーす。誰もいないのかな。何かイベントが始まりそうだね。あ、向こうに人がいるよ。おや、お客様でしたか。普段は工房にこもっているもので、気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか？ええ、この建物の裏に。修道院の神父たちで、銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って、生活の足しにしているんですよ。どのような指輪でしょう？杖の指輪です。ほう、杖の指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。やった、ユイちゃんの言ってた儀式のクエストってこれのことだよね。本当は他の話題で起動するのかもだけど、まあ、うまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。ええ、この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが、強い怪物が守っているため材料が手に入りづらいんです。この辺りで修行しながらゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。うん、わかってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？じゃあ行きましょう。その前にいるのが
でも私たちなら楽勝だよね。これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？それは素晴らしい。そんなお二人に急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。へえ、透明ですごく綺麗。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。
ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。そしたら私たち、また。一緒に頑張ろうね、キリト君。それじゃあね。よし。よし。なんだ？よし。攻略会議を始めます。ではボスの攻略に向かいましょう。
としておいたよ。ごめんね、キリト。ちょっと怖い夢を見ちゃったみたい。すごく怖かったけど、大丈夫だよ。それに、キリトと一緒に眠れて気持ちよかった。どうかしたの？そっか。ねえ。またお昼寝しようね、キリト。
この間はありがとうございました。ピナの成長アイテム探し手伝ってもらって。なんで謝るんですか？私を手伝ってくれたのに。それにあそこでモンスターに捕まっちゃったのは完全に私のせいですし。
したの？それじゃ、キリト君。よう。キリト、よろしく。
行く。